アグベル丸山様に清水港輸出実証の振り返りと輸出産地づくりについてご講演いただきます。それでは丸山様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。山梨県から来ましたアグベル株式会社の代表の丸山です。本日はよろしくお願いします。今朝中部横断道を使いながら清水まで向かわせていただきました。1時間20分ほどで私の住んでいる山梨市というエリアから来れるので、まあ、本当に近くなったなと。そのおかげで朝もがっつり畑で仕事をしながら、はい、一仕事を終えてこの会場に来させていただきました。はい、まずプロフィールとなります。私は現在30歳になります。もともと山梨県の家族経営のぶどう農家の次男として生まれました。前職はですね、リクルートという会社に勤めていまして、父親が2017年に55歳で他界したことを機に、家業であったぶどう農家を3代目として継承しました。その後ですね、ぶどう産業、果樹産業全体の様々な負だったり課題を感じる中で、2020年に現在のアグベル株式会社、アグリカルチャーに新時代のベルを鳴らすという思いを込めて、アグベル株式会社を創業いたしました。はい、会社のプロフィールになります。現在11名のメンバーと主に事業をしております。事業内容はブドウ、イチゴの生産事業、選果場の運営事業、輸出事業、新規収納支援などを行っています。現在ですね、収納時、私が家業を継承したところからおよそ15倍の規模拡大をしております。またGFP のアンバサダーにならせていただきましたことと、昨年輸出に取り組む優良事業者として農林水産大臣賞を受賞させていただきました。弊社のパーパスは、日本の農業をアップデートし、当たり前の幸せを取り戻す、より良いものをより多くの人が食べれるような、そういった川上の産業から川中川島までを垂直統合できるようなビジネスモデルを目指しております。直近では以下3点の大きな取り組みを行っております。まずは生産の規模を拡大しております。主に私たちは耕作放棄地と呼ばれるような使われなくなった農地をお借りして、そこに自分たちで伐採だったり造成を行ってブドウの果樹棚を作っていく。それによって今現在ですね、4ヘクタールほどの農地を取得しております。あとは、選果場の運営を行い、自社だけでなく近隣の生産者から物を仕入れさせていただき、自社の書類に載せてロットを持った物流との行っています。3つ目は、新規でいずれ農業で独立したいという若手を弊社で採用させていただいて、独立までを伴走支援する、そういった取り組みをしていまして、この3月に2人の独立生が、卒業生が出ました。はい、最も力を入れているポイントはですね、私実際に輸出などもやらせていただきながら、一番大きな課題はやっぱ生産にあるなと思っています。この生産者が細かくたくさん作って、それを一度集めて輸出していくのではなくて、一社の生産者、生産法人が大規模で品質が高いものをしっかり組織づくりをしながら作っていく、それで初めて川上の産業が大きくなることで農業界全体が大きくなると感じております。現在茨城県に子会社を作り、農地の開拓を行いながらどんどん自社の生産をスケールしていってます。また混域制限栽培などの新しい生産方法を試しながら、10年以内には100ヘクタールの規模の自社生産を計画しております。静岡でも農地をいくつか見させていただいているので、ぜひ参入させてください。はい、会社の組織図になります。このようにですね、平均年齢28歳の非常に若い生産法人でやっております。ブドウの生産ユニット、イチゴのユニット、あとはですね、公園、フルーツ公園という公園の指定管理をさせていただいているので公園で、茨城の会社にも山梨から一人従業員を移住してですね、そこに住みながらやっております。はい、はい、選果場についてになります。このようにですね、私たちは自社で選果場を持つことで、ダイレクトにですね、商社さんであったり消費者さんにブドウ
桃をお届けするようなインフラになっております。従来の昇竜はもう非常に生産者のためになっていると思っています。作ったものを出してお金に換えれるという、まあ、素晴らしいインフラだなと思う一方で、輸出向けになった場合に、ブドウなどは追熟をしないので、よりフレッシュな状態でより短い時間で日本を出なきゃならない、まあ、そういった中で私たちの選果場のような取り組みが非常に輸出に貢献できているんじゃないかなと思っております。現在は自社の生産と合わせて120件ほどの近隣の生産者から一部ブドウ、桃を仕入れさせていただいております。はい、これで作り手、買い手、消費者すべてにウィンウィンウィンの関係を作ることができております。今までですね、これをしてきたことの結果がですね、現在200トンのブドウ桃の取り扱いをしておりまして、およそ 50% を輸出向けに出荷させていただいております。また地方にですね、新たな雇用が創出できるということで、山梨では弊社の方でアルバイトを100名以上採用させていただいて、地域の雇用創出にも一つ力を出しているのかなと思います。あとはですね、高齢化で出荷が大変な農家さんであったり、こうグローの志向があってもっと生産力を増やしたい農家さんにとっての収益率の大きな改善が私たちの選果場で行えることができています。昨年菅前総理の方が自社の畑に視察に来てくださいまして、一番驚かれてたことは、とにかくここまで若い生産者であったり農業従事者がいる現場を日本中どこも見たことがないと、そういったことお声掛けをいただきました。はい、ここから清水港の実証になります。このような昇竜で昨年40フィートのコンテナを自社でですね、2本1週間で満載にさせていただきながら実証をさせていただきました。私たちが収穫からパッキング、選果パッキング、自社で物流立てで青木トランスさんまで納品という形で、およそ3000ケースのものを3日間で仕上げるといった、非常になかなかアグレッシブな挑戦だったんですが、なんとか実装することができました。はい、重要なポイントというのが3つあると思いました。1つはですね、そもそも大ロットを受け止めれるような出口があるのかどうかというところです。40フィートを1階にシャインマスカットに持っていく、それをですね、こう誰が売れるのか、どうやって売り切れるのかっていう、出口の方の戦略がなかなかできてないなっていうのが1つです。まずそこを商社さんと連携して作っていくことが大切だなと思いました。で、2つ目はですね、一品目だけでコンテナをいっぱいにすることは、昨年実証してすごい難しいなと思いました。もう24時間選果場を稼働させながら、もう夜中もブドウを切り続けて、選果パッキングをしてなんとか埋めた。サステナブルではない、形だったので、これを混栽という形で、いろいろな品目の方々と連携していくことで、より実現性が高まるのかなと思いました。あとはですね、一番は、山梨だったら山梨、輸出産地形成というものをちゃんとする必要があります。もう自社だけでなくて、この近隣の生産者を巻き込みながら、その各エリアエリアでこの産地づくりができていくことで、より輸出というものが、貢献できるのかなと思いました。はい、今ですね、果樹産業、農業経営はですね、非常にこう様々な複雑な環境の中でやっております。私たちで言ったら、そもそも高齢化している産地であったり、担い手がいない、デジタル化がしていない、属人的で経験と勘に頼っている農業生産など、様々な今、課題を抱えていまして、もう生産者だけでいい時代は終わっていまして、生産者ではなく経営者にどうやって農業者がなっていくか、そういったことが非常に大切だなと思います。私たちは、例えばですね、今、セールスフォースというシステムを使いながら生産の技術をすべて定量化してやっています。なので、一生懸命若い人たちでただ規模を広げるのではなくて、どうすればいいブドウができるのか、そこの営業利益はどれぐらいあるのか、コストはどれぐらいかかっているのか、本当に稼げる農業を実現するために、そういったデジタルの力を使って、より早く技術を取得できたり、そういったよりこうマニュアル化だったりデジタルを使いながら次世代の農業経営を私たちは目指しています。なかなか難しいことばかりなんですが、
ぜひですね、この GFP というものを機に、皆様連携を強めながら、私たちも連携させていただいて、今後輸出に貢献できたらと思います。ありがとうございました。